おい、すごいお腹のおっさんです。今回はパスタソースの自動販売機があるということで、パスタソースを買いに来ました。ここは神奈川県相模原市緑区にある、えー、橋本駅です。橋本駅は JR 横浜線、JR 相模線、そして京王相模原線の駅です。えー、こういうね、3路線が空いてる大きいターミナル駅です。そして将来はここに、 リニア新幹線ですね。JR 東海さんが建設中のリニアモーターカーの新幹線駅、橋本駅ができるそうです。神奈川県で唯一の駅、橋本駅がこの左側にできるそうです。ここは元相原高校という高校があったそうです。なぜか橋本駅なのに、 駅前に相原高校があったということで。また別に橋本高校はね、ここからちょっと離れたところにあるそうです。ちょっとね、これは面白いですよね。そしてですね、ここの左側にはね、今ね、建設中なんですけど、橋本駅は地下ですね、リニア駅の、リニアの新幹線の駅は地下深くにできるそうです。そして今回はですね、そのパスタソースの自動販売機は、 ダイニングホマレさんっていうお店のね、隣にあるそうです。そこを今目指して歩いております。ここはね、橋本駅の南口ですね。南口の京王線の駅を降りてすぐ目の前の交差点ですね。交差点を渡ってまっすぐ行きます。そしてね、そのままほんとまっすぐですね。まっすぐ行ってだいたい250メーターから300メーターぐらいの地点にあるそうです。そしてね、今回目指しているその、 パスタソースの自動販売機というのは、なんだか世界初かと言われているそうです。これはね、はてなはてなはてなですね。世界を全部回って探すことができるかどうか。まあこれはね、どういうことかわかりませんけども、なんかそんなことがちょっとネットに書かれておりました。そしてね、えー、橋本駅南にち出て交差点を渡ってからまっすぐ行って、この1個目の信号機ある交差点、これを右折です。 お、今、行者信号手文を慌てて渡ります。そして、後ろを振り返ると、ここが橋本駅南口、あれ、京王線の駅のターミナルですね。そしてね、この横断歩道が青になってから青になりましたね。これを渡ってから、えー、右ですね。そしてね、このところはちょっとね、片側通行というか、まあ、一車線の中央部に線,線がないんでね、狭いんでね、もし行かれる方がいましたら気をつけてください。 今回目指してるね、ダイニングホマレさんですね。ここは、あの、夕方の5時から夜の12時までの営業ということで、なんか日曜日が定休日とホームページには書いておりました。ここでーす。ここがダイニングホマレさんでーす。そして、これが、ここのね、ホマレさんの横に、えー、このパスタソースの自動販売機がありました。無事に見つけることができました。本当駅から降いてね、本当に2、3分ですね。わけないでーす。 さあ、今日はこの自販機でね、何を買おうか、えー、悩んでおります。ここ第ニングマスのね、正面ですね。そして看板があります。そしてこれが自動販売機ですね。上段に6種類、下段に6種類と、計12種類のパスタソースを販売してました。でね、中にはね、こうね、いろいろ細かくね、あの、いろいろ書いてくれてます。だいたい値段が600円から見た感じですね。 ええと、いろいろ値段書いてありましたね。高いのは750円だったでしょうかね。本日コロナ禍でどれをチョイスしようか、すごいお腹のおっさん悩んでおります。家族からもどんなの買ってくるのと言われております。でね、お値段がね、なかなかいい値段なので、すごいお腹のおっさん頑張って、えー、お小遣いから出して買って、 家にこの後帰ってから、えー、パスタソースですね。パスタを茹でてお昼として食べたいと思います。この日はね、雨で風が強くね、あの本当ね、天気が悪かったんですけど、このパスタを食べれば元気になれるかと思います。候補としてみればね、このカルボナーラ、ね、いいですね。濃厚カルボナーラ。これ買いたいですね。絶望パスタ。これもいいですね。650円。 ねえ、どれを買おうか。で、ね、自販機それで買いましたらね、下からね、透明の筒状の中にね、中にパスタソースが入っておりました。このパスタソースを買って、この後は実食していきたいと思います。まだまだ続きありますよそしてね、お家に帰って、1食分ですね、これがあります。650円、650円。そして700円ですね。カルボナーラが700円でした。 これはね、あの、ちゃんと、パスタの茹で方っていうか、あの、このソースもね、茹でるのね。えー、沸騰したお湯の中にね、えー、5分から10分ということですね。そしてそのままね、パスタを自分で茹でたところにかけて召し上がってくださいということでした。すごいお腹のおっさんですね。えー、今回パ、パスタソース、パスタ層ですね。パスタを5束ですね。5束用意しました。 これをね、家族で食べてみたいと思います。みんな少しずつね、味わってみたいと思うんで、一気にね、この3種類。今回は、えー、カルボナーラと、そうですね、絶望パスタの2種類ですね。ミートソースと、えー、ピリ辛ミートソースというものを買ってきました。これを今ね、えー、フライパンにお湯を溜めて、これから、あの、茹で、茹でというか温めたいと思います。をズク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 ,ク,クきますね。一気に3個茹でております。そしてね、 パスタの方も塩を少々入れて茹でますよ。さあ、出来上がったら盛り付けてはい、これがね、えー、ピリ辛ソースのミートソース、キノコが入っております。そしてこれがミートソース、絶望パスタ、ミートソース。そして次がカルボナーラですね。ベーコン美味しそうですね。この後実食します。実食する前に、えー、一応ですね、上から見た動画ですね。 いいですね。ピリ辛、ミートソース、しめじと生クリームの癖になる不思議な美味しさだそうです。そしてこのカルボナーラ、濃厚カルボナーラ、卵とチーズとコクとベーコンの風味がありそうですね。これをいただいていきたいと思います。さあ、どういう味がするのか本当に楽しみであります。 はい、すごいお腹のおっさん。はい、このパスタはですね、えー、ダイニングホマレさんで、えー、スパゲッティの自販機3つ買ってきました。えー、これはですね、溢れ出る絶望パスタ。えー、絶望パスタとはね、イタリアで、イタリアでは、絶望した時に食べても美味しいパスタを、絶望パスタというそうです。これちなみに650円ですね、1人前。こんな感じですね。で、続きまして、 これです。これは、絶望パスタのピリ辛ミートソース。えー、しめじと生クリームの癖になる不思議な美味しさということで、これも650円ですね。で、もう一個が、最後が、はい。これが、えー、濃厚カルボナーラ。えー、これ700円ですね。 卵とチーズのコクとベーコンの膨らみ。えー、ライスとね、えー、ライスのかけてね、ドリアでもって書いてありますね。こんな感じですね。ベーコンさん。こんな感じで。はい。で、これからちょっと食べていきたいと思います。まずですね、溢れ出る絶望パスタ。これをね、えー、食べてみたいと思います。どんな味がするかと思ってね。まあちょっとね、一回箸でちょっといただきます。さあ、どんな味か。 あ、美味しい、美味しい。あ、あ、すごいな、これな。うん、ミートソースで美味しいね、デツオパスタで。続きまして、ピリ辛ミートソースですね、これ。えー、しめじと生クリームの癖になる、不思議な美味しさということで。ね、ちょっとね、これはしめじもちょっと入れて。うん。どうだろうこれはい、いただきまーす。 うん。あ、これすごい。ちょっとニンニクが効いた。うん。パンチがある味ですね。これ美味しいですね、これも。続きまして、最後は、えー、カルバナー、濃厚カルボナーラということで、これを食べたいと思います。一応ね、うん。ベーコンなんかもこんな味で、こんな大きさで。うん。ね、ちょっといただきます。 はい、じゃあカルボナーラいただきます。す、うん。ん濃厚。うん。ベーコンもすごい弾力があって美味しいです。